はい、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ナミさんの方からね、商品作りのポイントということで、どちらかというと情報発信者の立場に立ったアドバイスがありました。でね、私稼ぎたいという欲求を持ってる人は多いと思うんですけども、共通して稼げる方法ってね、実はね、探すのが難しいんですよ。というのが個体差があるんですよね。それぞれ一人一人に合わせた使える時間、使えるお金、使える気合、こういった気持ちの問題とかね、一人一人条件違うわけじゃないですか。中には家族がいるからできませんって方がいたり、家族がいないからできませんっていう方がいたり、 YouTube 一つ撮ってもね、顔出しがちょっととかね、喋りがいけてないんですよとか、それからネタがないですとか言って、みんな個体差があるんですよ。じゃあ必要最小限個体差が考えられない、多くの人に共通して稼げる方法は何かって言ったら、ポイントサイトとかセルフバックとか、最近でしたらみんなの銀行ってやつになるんですよね。でもポイントサイト一つを取ってもね、これまた個体差が分かれるんですよ。もういい加減にしろと思うんですけどもね。例えばクレジットカードを作って一発で1万2万もらえますよって言っても、いやクレジットカード実はブラックでね、作れないんですよって方が出てくるんですよ。あ、だったら住宅展示場に行って、内覧会行ってね、で30分ぐらいで5000円とか1万円もらえますよって、も住宅展示場ちょっとね、行くの躊躇するんですよねって気持ちの問題が出てくるんですよ。本当に稼ぎたいんかと思いますよね。あと他にもね、アンケートに答えて、やっぱり1ポイントとか、まあ1円ですよね、そういうのもあるんですよ。じゃあもう何もかもできないんだったら、とりあえず稼ぐために1円しか稼げないけども、このアンケートやってみたらって言ったら、あ、1円ですか、つまり割に合わないじゃないですかって言うんですよ。お前が一番割に合わないわみたいな感じでね。というのが、いろいろ言ってもね、1円も稼げない人っていうのは1円も稼げない人なんですよ。でも1円でもいいから、とりあえず稼ぐ体験をしたいってことに出発点を見出した人っていうのは、次の1円が見えてくるんですよ。でだん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 、なんで1円みたいな案件があるのかなと、1円の案件に答えて、それでメリットを受ける人は何なのかなと、何のためにこのアンケートを存在するのかなっていうふうに頭が働いていくんですよね。そうなったらこういう展開もできます。1円のアンケートを答えてもらって、いろんな情報や個人情報が集まるんだったら、アンケートを出す方になってみたらどうかなっていうことなんですよ。例えばね、アンケートに答えてくれたら、500円分のクオカードなり Amazon のチケットをあげますよっていうふうにやったらどうですかね。ちょっと集まらないですかね、個人情報で。例えばですけども、1000円の商品券欲しさにアンケートを答える人って、1000円も欲しいぐらいお金に困ってる可能性があるわけですよね。そうなったらアンケートに答えてもらって1000円のプレゼントを当然します。そこで一定の信頼関係ができます。じゃあその人に対して、1万円儲かる方法があるんですけども、それを2000円で買いませんかって言ったら、売れる可能性出てきませんか。こういうふうに1円をまたがずに通ら、通ちゃんとこなす人っていうのはね、次のチャンスが必ず見えてくるんですよ。でも1円を軽んじて稼げないことをね、将来いっぱい稼ぐからっていうふうに正当化する人には、この発想ってのは来ないでしょうね。発想が来てもその発想使わないでしょうね。いや、私は今でもね、今でもですよ、ポイントサイトで1円の案件やってますよ。でそうするとね、この1円の案件を、まあ、企画会議で通して誰かに答えてもらおうと思って、1円のアンケートですよどうぞって打ち出した人は誰なのかな、その人はなんでこういうことをするのかな。1円のアンケートに5分とか10分の時間をかけて答える人が世の中に私以外に存在するのかなと思ったら、いるんですよ、ね、そういった世界が見えてきます。これがだからビジネスを広げていくっていうことなんですよね。その上で個別に適した商品作りのアイデアも生まれてくるってもんなんですよ。まあ、つまりはね、こんなことやって意味があるのかなと思ってやらない人には意味が訪れないんですよ。でもどんな意味があるか分かんないけども、やっていくうちに意味を自分で見出そうかな、もしくは自分で意味をつけていこうかな、つまり付加価値ですよ。そういうふうに考えていくと、商品はどんどんできていって、多くの人のニーズに応えることができるわけですよね。これがまあビジネスの考え方であり、ビジネスの歩き方なんですよ。だからいつまでたってもビジネスマンを自負していても、お金が稼げない人っていうのは、まあこういうふうな考え方や行動をずっとせずに、自分一人のね、思い込みで堂々巡りをしてるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ1週間を振り返ってね、いくら稼げました。ビジネスを自負しているあなたが、稼いでる私の思考を使っているんだったら稼げてるはずです。というところで、今日は
一旦以上です。じゃあライブ放送始めようかな。いってらっしゃい。